なんかこの山の中腹ぐらいからになんか明かりがね灯してあるみたいな。はい、というわけで皆さんこんにちは。今日はね、地元に帰ってきています。地元ね、結構ね桜が綺麗に咲いてる場所多いんですよね。桜咲いてますけど、今日はね、見えるかな、桜が咲いてる先のね山、見えますかね。昔から気になってたんですけど、これ夜になるとなんかこの山の中腹ぐらいからになんか明かりがね灯してあるみたいな感じなんですよ。だから小学校の時とかね、よくなんだそこはみたいな感じで気になってたんですよね。今日はねちょっとそこに行こうかなと思います。というわけでやってまいりました。修行道場のようですね、こちら。で、今日の目的地、三田山っていうんですかね。山を登るときは山になりきり、岩と拝む、岩を拝むときには岩を なんかちょっと読めないですけど、いろいろとね書いてます。こちらに行こうかなと思います。現在地、この今のここですね。ここからまあその
滝とか滝場があるみたいですね。ちょっとね滝のとこに行ってみましょうかね。こんな感じになってます。こんなところがあったんですね。よし、ちょっと今日は山登っていきます。からかな、よし、はい、うわっ、この鎖が あともうちょっとだ。
神到着いたしました。こちらです。おそらくこのね、建物が光ってたのかなと。来ました。ご苦労様でした。いやー絶景ですね。中庄エリアが、まあこの高速道路を越えた先が中庄エリアということです。で、どこから見てたかというと、最初ね、あの黄色い建物があるんですけど、その左ですね、左の奥に 山があるんですけど、そこからここの方を見ていたということで、灯火というかね、この建物の中からというか、まあこれもそうですけど、明かりが見えていたということです。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。行きよりね、帰りの方が結構怖いというかね、帰りも険しい道になってます。まあ気をつけてね、帰ろうかなと思います。はい、でこういう場所もあるということで、まあ登った方はおられるんですかね、もし知ってる方、登ったりしたことある方、ぜひコメントください。いやーちょっとね、すごかったです今日は。というわけで、またよろしくお願いします。それでは失礼いたします。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。